ゆうゆうの日本語ポッドキャストはいみなさんこんにちはゆうの日本語ポッドキャストのお時間ですみなさん元気にしていますでしょうか今日は2023年7月13日木曜日にこのポッドキャストを撮っていますみなさん元気にしていましたかはい僕の方は結構久しぶりの声だけのノーマルポッドキャストを撮っているということでいやーなんかね落ち着きますね うんあの僕個人的にはカメラの前で話すのがそんなに得意ではないのではいこうやってね声だけで皆さんに日本の面白い情報を届けられればなと思うんですけどもせっかくねこの3ヶ月日本にいる間にいろんな日本の景色とかね日本にいる僕を見せたいなとも思いますのでまあ日本はビデオのポッドキャストそして1本は音声だけ声だけのポッドキャストでいきたいなと思っています。はい そしてね、えー、と僕の方、今、どんなことをしているかっていうと、昨日、えー、シ四万十、高知県の四万十から、あの旅行から帰ってきて、今日は大阪で一日のんびりデーです。はいまあ、たまにはね、あのー、こう家でしっかりこう撮ったビデオを編集したりとか、音を編集したりとか、ね、こうやってポッドキャストを撮ったりとか、ねたまったあの、ね、パトレオンの仕事とかをやったりとかっていう日もね、やっぱ必要だなと思います。 ねまあ、皆さん、どうですかねこう旅行するってなった時に旅行しながら働いている人とかいるのかな、まあ、そういう人はねこの遊ぶ時間と働く時間っていうのをうまくね作っていかないとなかなかねうまい旅行ができないんじゃないかなと思いますけども今日はお仕事でということで張り切ってやっていきたいと思っております。はい で、あの、今日はね、どんなお話をしようかと思っていたんですけども、あのー、島ンとね、高知県の島ンとにサーフィン旅行に行っていた間に、あの、夜ね、家族と、ニディアさんとある居酒屋に行って、その居酒屋でね、面白いポスターを見つけたんですよ。すごい古い絵で、あの、ビールを持った女の子が、こう、書いてあるね、イラストで書いてあるポスターだったんですけども、書いてある言葉がね、ルービーロッポサって書いてあったんですね。ルービーロッポサ。 皆さん何のことかわかりますかこれ、反対から読むと、札幌ビールになるんですよ。はい。あのー、ね、皆さん、日本の小説は、えー、右から左。 上から下に読むっていうのを知っているとは思うんですが昔の日本語はあの右から左に横文字でも読んだんですね特に、まあ、横文字っていうのはあんまりは使われなかったんですけどポスターだったりとか新聞の見出しタイトルとかをあの右から左に書いていた時代があったんですねなので、まあ、もしね皆さん日本の居酒屋に行く機会があってあれこの ポスターちょっと古い感じだな。何書いてあるか右から左だと、ん左から右からだと分かんないなっていう場合は、右から左に、皆さんが読む順番と反対に読んでみると、何が書いてあるのか分かるかもしれません。で、まあ実はそのテーマではなくてですね、このポスターをね、見た時に、ニディアさんから、でもさ、ユウさんとかリョウタってさ、たまにそうやって話すよねって。はい。そうなんですよ。日本人は時々、 言葉を逆さ、反対にして言葉を話すことがあるんですね。で、それは業界用語って言って、ある特別な、まあ、仕事で使われる言葉なんですね。今日はその業界用語っていうのが何なのか、そしてみんなの知っている言葉でどういう言葉が使われているのかっていうのを紹介したいなと思います。それでは皆さんよろしくお願いします。 ゆうゆうの日本語ポッドキャストはいということでこの業界言葉何の業界かっていうとテレビ業界 はい。あの、テレビに出ている芸能人とか、そのテレビ番組を作っているプロデューサーとかがよく使う言葉、業界言葉と言います。あのね、実は業界言葉だけで言うと、あの、IT 業界の言葉、ね、インターネットの、インターネットじゃないね、パソコン関係の仕事の言葉とか、医療業界ね、ね、えー、お医者さん関係の言葉っていう風に使われるんだけど、 まあ基本的に業界言葉だけを聞くと、まあ日本人は、あ、テレビ業界のことかなってイメージすると思います。はい。まあいろんな言葉があるんだけども、例えば、てっぺん。てっぺん。これオリジナルの意味は山の頂上っていう意味だよね。一番上。はい。ですが、 テレビでテレビ関係の仕事をしている人はてっぺんっていうのは12時のことを言うんですね。ああ、今日もてっぺん回ったつまりあ12時を過ぎてしまった多分ね、テレビのお仕事なんていうのは収録ね、テレビの撮影がすごく長引いてしまって12時を過ぎてしまうああ、今日はてっぺん回るなとか今日はてっぺん回っても飲んでいこうみたいな形で使う言葉これてっぺんですね。あとは巻きで。 巻きで巻くっていうのはねあの糸を巻くとかねはいくる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 っとこう何かを巻くことを、ね、巻きって言いますけどもこの巻きでっていうのは急いいでっていう意味になりますあのー、昔のね、えー、テレビを撮影する時になんか、ね、あのテープを使いましたよねビデオテープを。であのビデオテープをこうね早く巻くねこれを急ぐっていう言葉でね ミックスさせたんでですすねねこれも面白いですよ、ね、結構「今日薪でよろしく」なんてねあの若い人なんかはよく使いますけどもはいそういう本来は別の意味なんだけどテレビ業界になると違う意味になるっていう言葉が結構あるんですね。でそれだけではなくてさっきこうニディアさんが言っていたね、えー、とユウさんとリ太さんは時々言葉を逆にして話す っていう風に言っていたんですけどもそれもテレビ業界のプロデューサーとかテレビに出ている有名人がまあよく使っているのか使ってないかは分からないんですけどもそのよく使うイメージがあるっていう話し方のね例えば座銀座銀これは銀座ですね。 銀座のことを座銀っていうねもう今ではネタなんかコメディの漢字としてね使うことの方が多いですけども、まあ、そういう,うにこうに場所をねあの場所の前と後ろの言葉を反対にして言う言葉なんてね例えば「ギロッポン」とかもね六本木のこと「ギロッポン」っていうのもなんかすごいテレビ業界の人だなーっていうイメージがしますねはいあの場所の名前だけではなくて「モモ本」「ホ本」これ「 本物ですよね、はい、本物のことを「これ物本だな」って言うとなんかテレビ関係のなんかキラキラしている世界で働いているなっていうそういうイメージが、はい、するんですけどもどうして日本人はじゃあそのテレビ業界の言葉を、まあ、使う人がこう多いというかいるのかっていうとやっぱり日本人のこの異様なテレビの世界へのあけ憧れがあるんじゃないかなって思うんですよ。 はいあのやっぱね日本人ってすすごくテレビ見るんですよねやっぱ今ねあの YouTube がすごく流行ってきて若い人でテレビを見る人がだんだん少なくなってきてはいるんですけどもやっぱりねレストラン行くとまあレストランじゃないなこうお昼ご飯食べるようなラーメン屋さんとか食堂行くとテレビついてますしねうち,うちなんかも朝必ずニュースを見ていたり家に帰るととにかくテレビをつける。 多分ですけど他の国国よよりもテレビ文化がある国なななんんじゃないかなって思うんですよでそうするとですよやっぱり家に帰るテレビをつけるでいつもの有名人たちが話しているそのコメディ番組を見るっていうとすごいなかっこいいな有名な人ねみんなに見られてすごいわっていうふうにやっぱ憧れを持つわけですよね。 でそのテレビタレントとかが「モノホーンとかっていうとあ真似したいなっていうふうに思っちゃいますよね。でそして大体みんな同じテレビ番組を見ているのでそういう話し方って共通のユーモアになったりもすするんですよ例えばねえー、前日にコメディ番組である有名なコメディアンが「マきで」「今日マきでよろしく!」とかって。 あの言ったりしますよねでそれを、まあ、次の日会社とか学校で言うと「あなんかねこの人も同じテレビ番組見てたんだな」みたいなのでなんかこうその場が明るくなったりまあ笑えたりとかするわけなんですね。うん、なのでこう日本の流行語みんながこう使う言葉っていうののほとんどはこのテレビ関係から生まれたことが生まれるんですね。 うんあのー、ねあなんでしょうね僕が大学生の頃とかはあのー、有名なね、えー、水泳選手とかがオリンピックで言った言葉をじゃあこう今度コメディアンも使い始めてでそのコメディアンも使ってるからあのー、みんなも使うようになるっていうのが流行語だったと思います確か気持ちいいとかだったんじゃないかなうんはい こういうバックグラウンドが分かって聞けば、あ,あ、気持ちいいってあの有名な水泳選手がね、オリンピックで勝った時に言ったフレーズだな。で、それを今コメディアンがいっぱい使ってるんだなっていうね、コンテクストが分かるから面白いんですけど、こういうことを全く知らないでね、ただ単に気持ちいいってね、誰かが言っていたら、ちょっと変だなって思いますよね。なので、その日本語って、この 単語だけ覚えてもやっぱりカジュアルな言葉って分からなくて今日本で何が流行っているのかとかどういう言葉がテレビでよく使われているのかとか、えー、と今人気があるコメディアンは誰なのかなんていうのが分かるともっとこの業界言葉っていうのが分かるんじゃないかなと思います。はい 日本語ポッドキャストははい、ではね最後にですねこの「業界用語」っていうのの中でもう当たり前になった挨拶も実は昔の業界言葉だったっていうこともあるんですよ。今日はその中から2つ絶対皆さんが知っている言葉がどうして当たり前になったのかっていうお話をしたいなと思いますはははい、1つ目はおはようです。 おおははよよううございますおはよう皆さん多分ね日本語の勉強を始めたら必ず勉強するこの「おはようございます」「おはよう」なんですがこれ実は業界用語なんですよなんでか「おはよう」っていうのは基本的に朝、ね、早い時間に言う挨拶だから「おはよう」って言うんですけどでも テレビ業界では仕事のスタートっていうのが日によって違うんですね,ね例えば朝4時からスタートする仕事もあれば、えー、っと夜10時から撮影が始まるっていうこともあるでそうなった時に一番初めに挨拶をするその挨拶は時間に関係なくおはようございますを使うっていうのがテレビ業界のまあルールなわけですねでそれをまあ なんだろうな、俺テレビ業界で勤めてるから、おはようって言うんだぜっていうのが、だんだん広まって、今では、居酒屋とかアルバイト先でも、その、ね、夜に仕事が始まると。で、まあ、みんなが働いているスタッフがいる部屋に入った時に、こんにちはとか、こんばんはではなく、おはようっていうのをね、使う。 人も多いいみたいですあの若い人はねこう当たり前のようにその文化を受け入れる,受け入れることができるんですけどもやっぱりねあの今の65歳とか、ね、70歳ぐらいおじさんおじいさんぐらいの年代はそういうのがちょっと気になるなっていう人もいますのでまあねそのみんなが使っていたら、まあ、使えばいいと思いますし。 ね、ちょっとこう周りがね普通に「こんばんは」って挨拶するのであればあのここんばんんばははとかこんにちはを使った方がいいいいんじゃないかなかって思いますただやっぱりねどういうこの使っている挨拶不思議だなって思う挨拶がどこから来たのかどうして使われているのかっていうのを分かることはすごく大事だと思うんですよね。なのであテレビ業界の人がやっぱ時間に関係ないね あの仕事の時間がすごくランダムでね変な時間に仕事が始まったりするから一日の仕事の初めの挨拶は「おはよう」を使っていたんだなっていうのを頭に入れてそういうのを聞くとまあ自分が使うか使わないか決めることができますしもしねそういう挨拶をしている日本人を見たらあ,あこれは業界言葉だったんだっていうふうに、まあ、思い出してくれたらいいんじゃないかなって思います。はい、そして最後もう1つ お疲れ様でしたお疲れこれめちゃくちゃ日本人が使う挨拶ですよねでこの「お疲れ様も実は業界言葉だったんん、ですようん、これ昔の時代は目上の人が目下の人に、ね、つまり上司が部下に、ね、ボスがまあ働いている会社員に、ね、あとは えなんだろうなこう家に住んでる人が何かこうお酒を持ってきてくださいって頼んだ酒屋さんにとかねあのいつもお掃除をしてくれる人にとかそういう人にお仕事してくれてありがとうって疲れてますけどありがとうございますっていう意味で「ご苦労様っていう言葉を使っていたんですね今ね。 ちょっとこうサザエさんとかねちびまる子ちゃんとか結構古めのねアニメだとご苦労様っていうのをねいうフレーズが出てたまにそういうシーンが出てくるかもしれないんですけども、まあ、基本的には結構昔の挨拶ご苦労様でこれはもう絶対に逆ですね目下の人から目上の人、まあ、つまりその会社員から会社の先輩に上司にご苦労様っていうことは絶対に起こらなかったんですよ。 うんそれくらいこう上の人が下の人にっていうこう昔のね日本のこう伝統がしっかりこう詰まった挨拶だったんですよね。であのでまあまあ、時代がね進んでいきましてでえー、とテレビ業界で働いている人たちがですね、まあ、まあ普通にね こう演者さんが入ってくるわけですよやっぱテレビ業界の花形ね一番キラキラしているお仕事といえばねコメディアンだったり有名人だったりモデルさんがね撮影するねそのテレビのプログラムを作るスタジオに入ってきてでその時にね例えば私が有名人です、ね、でアシスタントディレクターの人が「ゆゆさん入ります」っていうふうに言うわけですねでそうするとゆゆさんが入ってきて「あみんなお疲れ」 みたいな感じで、ね、こう有名人が入ってくるわけでですよでそうするとその「お疲れ」っていうのを聞いていたアシスタントディレクターねそのテレビの番組を作るアシスタントする人たち同士でもその有名人が使っていた「お疲れ」を使うようになっていくわけですよね。やっぱりその上の人が下にする挨拶とたとね、同い年の人がする挨拶っていうのは同じですよね。 ね、インフォーマル、まあ、皆さん日本語を勉強しているから分かると思うんだけど友達と話すときは「ねえ元気?」って聞くしあの上の下が下,下の人に聞くときも「ねえ元気?」を使いますよね。と同じようにじゃあその、ね、有名人がアシスタントディレクター下の人に「お疲れ」って言ってたのが今度アシスタントディレクター同士の人が「お疲れ」って言うようになってそのアシスタントディレクターの人の別の仕事をしているお友達とまあなんだろうな 居酒屋で飲むってなった時に「ね、こんばんは」の代わりに「俺テレビ業界だからスペシャルな挨拶お疲れ」っていうようになるんですねでそうするとだん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 この「お疲れ」っていう挨拶が広がっていってみんなが使う当たり前の挨拶になったそうですで結構これもあの皆さん気をつけなきゃいけなくてやっぱりもともとはその上の人が下の人にする「ご苦労様っていう挨拶から来ているわけなのでその 仕事の先輩にね「お疲れお疲れ様です」っていうのがなんかこうチャラチャラしたすごくこうなんか若者の雰囲気があるって言ってその嫌う上司もいるそうですうんまあ皆さんが一緒に働いている人は何歳くらいかなもしねこう60歳とかね65歳とか55歳ぐらいの人とお仕事をする時になんか「お疲れお疲れ様です」とかって言ってなんか「ん?」 ちょっと顔の表情険しいなとかあのお疲れって返事が返ってこなかったなっていう場合は使わない方がいいかもしれないんですけどもこう僕今33歳でねあの普段結構お疲れ様ですとかお疲れとかっていう挨拶使うんですよやっぱそれってはなそ,ううその挨拶を聞くと元気が出るし挨拶をしないよりかはすごくねあのいいと思いますよ。うん、すごく近く近感じるしね やっぱり「こんにちは」とか「こんばんは」とかってすごくよそよそしいなんか関係性がすごく遠く感じるんですよあ俺たち友達じゃないんだみたいなあ俺たちそんなに近い関係じゃないんだっていうふうに感じるんですよねなのでそれをもっとこう近く感じるでそれでこう挨拶もできちゃうっていう便利な言葉「お疲れ」っていうのも実はテレビ業界から来たっていうお話でしたはい ゆうゆうの日本語ポッドキャストさあということでね今回は、まあ、僕たちが使っている挨拶っていうのが実はテレビ業界ねテレビで働いている人たちコメディアン有名人の人たちが使っていた挨拶が僕たちの当たり前の挨拶になったっていうお話をしました。はい、まあ、ちななみにね諸説いろいろなね説が あるんですけどもこの「おはようございます時代」自体自体も昔の,あの演劇ですね歌舞伎とかをやる人たちがあの、ね、トレーニングをするときにすごい朝早くからスタートするで「あの今日も早く来ましたね」っていう意味で「おはようございます」っていう挨拶も実は昔のテレビ業界から生まれたんじゃないかっていう説もあるそうです。 こうやって見るとね一つ一つの挨拶がああなるほどなと有名人から生まれたのかとかあの何、ー、だろうなこう物を作る人たちではなく、ね、芸能って言って、あのー、有名なねテレビ俳優とかテレビ俳優じゃないですねテレビの役者さんとか映画俳優とかなんかそういう人たちから生まれたって思うとやっぱいつの時代も流行とかそういう使うフレーズっていうのは インンフルエンサーね本当にこう有名な人から生まれるんだなと思ってすごい面白い気持ちになりますね。はい。ということで、えー、と今回は以上です。最後にお知らせをさせてください。You の日本語ポッドキャストではパトレオンやっております。えー、と今はね日本旅行の写真も少しずつアップロードしようとしていますのでもし興味がある人は、えー、ぜひぜひ一度ねパトレオンに入ってみてください。そして この悠々のアクティビティをお金の面でサポートしたい続いてほしいって思う方はぜひぜひパトレオンのフォロー,、えー、ォローじゃないですねサポートの方もよろしくお願いしますということで皆さん引き続き日本語の勉強頑張ってくださいそれじゃあまたねバイバイ